こんにちは、Rです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、 UM さん、ありがとうございます。R さん、こんにちはです。ヤガラ市場にある段ボールの山に攻撃をすると崩れるのは知ってるとは思いますが、キャンピングシェルターを使って撃つとありえないぐらい吹っ飛びます。本当に声が出るぐらい飛ぶのでぜひやってみてください。過去にやっていたらすいません。採用お願いします。いつも応援しています。ありがとうございます。行ってみようか。ヤガラ市場ね、 OK。はい、この段ボールのことだと思うよね。通常をこう攻撃するとボーンって飛んでいくね。はい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 、結構飛んできますね。でこの辺にもあって、これもボーンって飛んでいくよね。段ボール、あ、消えた。結構楽しいよねこの段ボールね。キャンプ持ってる俺。 OK。声が出るぐらいでしょ。あ、やばい。ああ、危ない危ない危ない。よし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 。キャンプの攻撃ってこれなんよ。そんな飛ぶんかな？いくよ。ブワー、ちょっと待って。いくよ。ブワー、ちょっと待って。え？嘘、めちゃくちゃ。ちょっと舐めとったわ。そんなことないよって言おうとしたらすぐめちゃくちゃ飛んだよこれ。どんわんわーって。おー、めっちゃおもろい。待って待って待って、ダンボールダンボール、あった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 。向こうの向こうのお店までぶっ飛ばそう。おら。なにこれ、なんです、なんです？あったぞ。あのタンカーまで届くんじゃない？ドーン。すげえすげえ。消えた。あったあった。いやー、ボーン。もう一発で、ウォーン。ウォーン、ウォーン、ウォーン。ふわ。おもろい。俺にダンボールを、俺にダンボールを。ダンボールだ。ドーン。すげえ。マジで。ぶっ飛ばしたやつを写真で撮りたい。こういけるかな。写真って一瞬ロード入るじゃん。あ、バカ。もう当たるんじゃないよ俺のダンボール。どこ？あ、消えてる。そうだよね。一回動かすとね、なんか潜るんよね、あいつらね。いや、ここ、ここバーンってやって、ピッ、マイナス。これ、これ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いくよ。ドン！あった！取れた取れた！やったやった。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ遠くに取れたよ。今、ちょっと待って、見てみよう見てみよう。あ、ある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 、ほらこれも、ほら。これいいじゃん。ダンボールめちゃめちゃ吹っ飛ばし選手権勝ったな。ちょっと待って、でもあの表示とか消せないよな。そんな時間はないもんな。こっちがいいかな。こっちに飛ばして取る。カメラが開かんかった。しかもそんな飛んでない。カメラ開く位置でドーン。あ、違う、すぐ開かねえダメなんか。すぐ開いてのボーンだね。そう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 、開いてポチッ。よし。よし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 。店に吹っ飛んでったね今ね。大丈夫かな。店の人怒ってないかな。ちょっとすげえ飛んだよ。かっこよく登ろうとしたのに。しょ、よし、飛びすぎじゃろ。これリッターとかではどうなんかね。ちなみにキャンプは119、
180、これ飛ぶんじゃない。さあやってまいりました、ダンボールぶっ飛ばし選手権。さあリッターはグーン、あれダメージの割にそんな飛ばねえんだな。全然じゃねえ。あーすぐ沈んじゃう。んー、全然飛ばんの。あー浮いてる。何あれ。いやオッケー、ちょっとマジキャンプマジですごいねこれ。ドギャン。ドーンドーン。うわなんであんな吹っ飛ぶのこれ。面白い。ずっとやっとけるんだけど。ぴょん。オッケー。マジでおもろかった。ふわ。ありがとね。じゃじゃん。池田さん、ありがとうございます。あらさん、噂調査団さん。お、団長です。小ネタです。射程を生かしてのステージで、壁の向こうのボタンを押すと、キー。押すとき、端に柱があるんです。その上のオレンジ木箱を2つとも壊すと、アオルちゃんが隠し台詞を言ってくれます。これからも頑張ってください。採用お願いします。なんだ、最後に。採用お願いします。おー、わかった。やってみるわ。ほら、やってみるだよ。射程を生かしてか。あった、あれだ、絶対あれだ、柱の上にオレンジ木箱が乗ってる、これだ。ほら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 、こことここ、よーし。うわ全然知らんかった。これここにポン、よし行くよ、ここにポン。上のものを見逃さないとは。サンゴさすが。まあねまあね、見逃しませんからね。オッケー、こんなとこにあったのか、見逃してたぜ俺は。実を言うと見逃してました。じゃじゃん、しのぶさん、ありがとうございます。小ネタですが、バイトあるじゃないですか。バイトの入り口が空いているのはいつでも歓迎、私のために働けという意味で、中に入ったらドアが閉まっていてずっと働いていてという意味なんじゃないのでしょうか。採用お願いします。いつも行きます。これね、前いつかコメント読んだんだけど、開いてないんだよね。見て見て、あの奥閉まっとんよね。どういうことなんじゃろう、わかんねえんだよ。中に入ってこれ閉まっとるじゃん。あ、こっから見たら、あそういうことか。おお、開いてる。確かにここのこの扉か。なるほどね。ここ開いてるね。はい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 。なるほどなるほど。開いてます開いてます。ですが、中から見ると、この扉かと思っとった、これ。おお。あの、奥というか、この、これか、手前の、これ閉まっとん。ほら、あ、閉まってそう、閉まってそう。これあれじゃない？この3号が閉めとんじゃない？立て付け悪いじゃん。こうやって3号が入った後に閉まっとるってことでしょ？じゃけ、閉めたの3号じゃん。押して入って、キーガチャン。で、これ閉まってますね。で、帰り際には、もうこんなとこで働くかって言って出てって、閉めてない。いや、ヒレ多いな。どうした？いっぱい撃ってって、いっぱい倒せる。伸ばね。なるほど。生かすやん。君はみんな武器を持ったな、行くぞ。これ丸太だな。丸太のネタだよね。確かにこれ開いとんじゃけど閉まっとんじゃね、中から見たら。オッケー、3号几帳面なのかどうなのかよくわかんないね。
いくらを取ったら即終了、痛風は辛いよ。やっていきましょう。今日はここですね。時代を巻き込む衝撃がここに。ローラーを使ってゴールしましょう。任しとき。普通のローラーやってんだ。じゃあカーボン行くか。てかこのカーボンあれじゃん、クイボじゃん。みんなが待ち望んどったクイボカーボンがもうすでにヒーローモードであったんだね。オッケー。あ、間違って、これローラーになってる、ローラーになってる。あ、なんだ。よし、これでいいな。ここ BGM 好きなとこだ。なんだっけ？よし。おお、ここいいね。いいじゃん、いいじゃん。お邪魔木箱がいっぱいあるよ。そして敵もいっぱいだ。全然当たんねえぞ。よし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 。当ててみな。攻撃当ててみな。やめな。やめな。いたな。よーし。いいね。どうだい？うん、おめえ。やめて。よし、オッケー。う、あー、壊れてる。よし、カーボンじゃけ、急いでいこう。急いでいくプラス、あれ、木箱を壊さない、しかも敵も倒さない、いくらも取らない、急ぐ、急いでいくのが痛風だよね。痛い。ほらシャイン。よし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 、やだ。よしよし、当ててみな、当ててみな。これさっき当たったよね、あそこね。やめて、痛い。よし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 。うわ、危ねえ。よいしょ。クイボー投げてみな。よし。よーし。ファイン。ファインディング。ファインディング。ファイン。いやー、危ねえ。うわ、オッケー。誰も死んでないね。オッケー。痛い。うわ、やめて。よいしょ。よーし。いやいや、おー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 おおいっぱいおりますのー。よーし、いいねいいねいいね。あ、イクラがめっちゃ楽。やべえやべえとこだ。やべえとこ通っていかんには痛風じゃないよな。よしよし、これイカになったら多分取るパターンよこれ。よーしよーし、オッケー。うぃー、びっくりしたー。なんでそんなとこに君がいるんだ。で、背後からとっちめ、え、とっちめに行けんのかいね。あ、とっちめ系か。とっちめんとダメな系かな。とっちめるか。君だけ、お、親玉だけでよかったんだ。うえい、すげえ。あのイクラの危険な道行って正解。ああくしゃあ、なんでや、なんでそんなとこに風船を置くねやんか、言うて。やべ、完全にウイニングラン入っとったわ。振り返りよった今日のツーツラを。あそこで、あの、イクラのある道を選んでいて正解でしたね、みたいな。ヒーローインタビューしとったら、くそー、やりよったな。よし、さっきより急いでいこう。おーし。よーし。このイカロールを活用してね。痛い。シャーン。かっこいいでしょ、イカロールいっぱいやると。今できんかったね。よーし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 。やだー。ほらー。そうか。痛風は急いでいくっていう要素をプラスすると面白いんだ。急いでいこう。よらー。急いで、急いで。よし。上手くなってる。縦振りが上手くなってる。痛いけど。よし。よし。
よし。よし。くそ、イカロールが。ジョモーン。痛い。よーし。よーし。あーじゃあ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 し。あーここね。ここの配置はうまいわ。つい縦振りしたくなるもん。この音楽もいいね。急ぎたくなっちゃうよ。裏から行こう、裏から行こう。ここで食い棒投げたら終わりよ、絶対。当たるもん。君ね。打ち取ったりー。よーし、これだよ、この風船。マジやべえとこにあるね。これ絶対壊すよね。よーし、バインバイン、オーケー。よし、あ、こんにちは、サバルです。今日の質問はこちらです。じゃじゃん、ホワイトエイナさん、ありがとうございます。サバルちゃんに質問です。サバルちゃんは R さんのことどんなイメージ持ってますか？かっこ恋愛とかじゃなくて、普通に動画に出てて、ああ彼とはただのビジネスパートナーなので特に感情はないです。ただいるなっていうだけですかね。そこにいるな、そんな風に思ってます。あとは時給上げてぐらいかな。まあビジネスパートナーなんで何も思うことはありません。最近は新しいバイトを見つけたので、そちらでも稼いでいこうと思います。皆さん知ってますか？サーモンランっていうサーモンをやっつける仕事なんですけれども、あれ、クマさん紹介がやってて、そこだといっぱいお金がもらえるんです。今後、クマさんがビジネスパートナーということですかね。ほう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 。飛ぶね。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。わ、吸える吸える吸える。